皆さんこんにちは。1980年代に数々のヒット曲を生み出し、トップアイドルとして一世を風靡した中森明菜さん。その美しい歌声と独特の魅力で多くのファンを魅了してきましたが、近年ではメディア露出が減少し、彼女の活動は一時的に薄れたように見えます。しかしそんな中、彼女の私生活や家族に関する噂が熱を帯びています。特に中森明菜さんが母親であるという噂は多くの人々の興味を引きつけているようです。果たして彼女は息子を持つ母親なのでしょうか。また最近は濡れ場で復帰するといった噂もあります。今回は中森明菜さんの過去から現在までを振り返り、彼女がアイドル時代に培った成功と栄光、私生活に迫ってみたいと思います。中森明菜さんは1965年7月13日生まれの現在58歳です。彼女は1982年にスローモーションでデビューし、その後もセカンドラブやデザイア、情熱、北ウイングなど数々のヒット曲をリリースしました。特に1985年にリリースされたミアモーレはその年のチャートで堂々の第1位を獲得し、彼女の代表曲の一つとなりました。中森明菜さんの歌唱力と表現力は高く評価され、80年代におけるトップアーティストとしての地位を確立しました。しかしそんな彼女にも苦悩の時期がありました。1989年には交際が噂されていた近藤真彦さんとの金屏風事件が大きな話題となりました。中森明菜さんが自殺未遂の謝罪会見を行った際、近藤真彦さんが同席し、会見の背景が金屏風であったことから、一部では婚約発表会見との憶測が広がったのです。しかし、近藤真彦さんは結婚について明確に否定し、ファンの期待は裏切られる形となりました。この事件は両者の関係についての憶測を呼び、世間の注目を集めることとなりました。その後、中森明菜さんは1995年に母親を亡くし、家族との関係にも影響が出たと言われています。彼女は子供がいても不思議ではない年齢ですが、旦那さんや息子さんがいるという情報は見当たりません。一方で彼女の収入源については、印税やファンクラブ活動、ディナーショーなど多岐にわたると考えられています。特にファンクラブ運営や音楽活動などは、彼女の人気や影響力を考慮すると年間約5000万円の収入をもたらしている可能性が高いようです。2010年には体調不良を理由に芸能活動を休止しましたが、2014年の紅白歌合戦への出場を皮切りに、少しずつメディアへの露出を増やしてきました。そして2017年にはデビュー35周年を記念したディナーショーを開催。この時の中森明菜さんは52歳とは思えないほど美しく、そのパフォーマンスは高い評価を得ました。さらに2021年8月には個人事務所を立ち上げ、公式サイトや SNS を開設。2022年12月にはファンクラブも設立し、本格的な復活に向けて動き出しています。そして2024年、ついに中森明菜さんは芸能界に復帰し、歌手活動を再開したのです。彼女の美しい歌声と表現力は健在で、ファンは歓喜に沸きました。さらに女優業への意欲も示しており、過去に主演を務めたドラマ「素顔のままで」や「冷たい月」での演技力の高さを考えると、今後の活躍にも大いに期待が持てます。中森明菜さんは1980年代に絶大な人気を誇ったトップアイドルであり、数々の名曲を生み出してきました。彼女の歌声は今なお多くの人々の心に響き続けています。私生活では母親との死別や家族との確執など苦悩の時期もありましたが、そんな彼女を支えてきたのは何よりもファンの存在だったのかもしれません。現在58歳という年齢ですが、その美貌と才能は衰えるどころか、ますます磨きがかかっているように感じます。彼女の歌声が再び多くの人々の心を震わせる日が、き
きっとすぐそこまで来ているはずです。そんな中森明菜さんの魅力についてもう少し掘り下げてみましょう。まず彼女の歌唱力についてです。中森明菜さんの歌声は力強さと繊細さを兼ね備えています。ミアモーレに代表されるパワフルな歌唱は聴く者の心を揺さぶり感情を高ぶらせます。一方でデザイア、情熱のような切ないバラードではその繊細な表現力が存分に発揮されています。彼女の歌声はまるで物語を語るかのように情感豊かで聴く者を曲の世界へと引き込んでいきます。そして中森明菜さんの魅力は歌唱力だけにとどまりません。そのルックスも大きな魅力の一つです。デビュー当時からその美貌には定評があり多くのファンを魅了してきました。大きな瞳、整った顔立ち、そして妖艶な雰囲気。中森明菜さんの容姿はまさにアイドルという言葉がぴったりと当てはまります。年月を重ねた今もその美しさは衰えることなく、むしろ円熟味を増しているように感じられます。また中森明菜さんは歌手としてだけでなく女優としても高い評価を得ています。1992年のドラマ素顔のままででの演技は最終回の視聴率が 31.9% を記録するなど大きな話題を呼びました。1998年の冷たい月でも主演を務め、その演技力は高く評価されています。感情を込めたセリフ回しや表情の豊かさは歌手としての表現力の高さにも通じるものがあるのかもしれません。そんな中森明菜さんですが、実は歌手を目指したきっかけは母親の存在があったそうです。彼女のお母さんはもともと歌手を目指していたものの、その夢を叶えることはできませんでした。その思いを娘である明菜さんに託したのです。中森明菜さんはお母さんの夢も背負って歌手として邁進していったのかもしれません。しかし母子の関係は常に良好だったわけではありませんでした。1989年に中森明菜さんが自死未遂を起こした際、お母さんとの確執が表面化します。その後1995年にお母さんが亡くなりましたが、中森明菜さんは最後の看取りができなかったそうです。家族との関係は彼女にとって苦い思い出となったのかもしれません。そんな中森明菜さんの支えとなったのがファンの存在です。長年にわたって彼女を応援し続けてくれたファンたち、彼らの存在は中森明菜さんにとってかけがえのない宝物だったに違いありません。そして現在再び歌手活動を再開した中森明菜さん、2024年彼女は見事に復活を遂げファンを喜ばせました。 YouTube チャンネルではセルフカバー動画を公開するなど精力的に活動しています。その歌声は衰えるどころかますます磨きがかかっているように感じられます。さらに女優業にも意欲を見せており、過去の作品での演技力の高さを考えると今後の活躍にも大いに期待が持てます。特にキスシーンや濡れ場などの過激な演技にも挑戦する可能性が示唆されており、ファンにとっては待ち遠しい限りです。そうした中、早くも女優明菜の争奪戦が水面下で始まったそうです。中森明菜さんがドラマに出演すれば高視聴率を記録することは確実。ワンシーンだけの特別出演でも十分視聴率は取れるでしょう。それだけに今回の女優も視野報道の後、複数の局や番組制作会社の制作陣らが中森明菜さんサイドにアプローチをしているでしょう。サプライズも込め、いきなりのキスシーンや打診も見せつつ、特別な濡れ場などもある具体的な役柄を本人サイドに相談している関係者もいるようです。今後体調がもっと良くなれば、ファンを喜ばせることが大好きな中森明菜さんならこういった濡れ場披露などの過激演技を引き受ける可能性は十分あるでしょう。中森明菜さんは長年にわたって芸能界で活躍してきた正真正銘のスターです。その歌声、ルックス、表現力、どれをとっても他の追随を許さない唯一無二の存在感を放っています。
58歳という年齢を感じさせない美貌と衰えることのない歌唱力。彼女の魅力はまさに永遠のアイドルと呼ぶにふさわしいものです。常に挑戦を続け進化し続ける中森明菜さん。彼女の歌声がこれからも多くの人々の心に寄り添い支えとなってくれることを願ってやみません。中森明菜さんの伝説はまだまだ終わることはありません。むしろこれからが本当の始まりなのかもしれません。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。